こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日はあれに話そうと思った。見捨てられ感についてお話ししようかと思います。でね、なんか今日その友達とポドキャストイタリア語で撮ってたんだけど、なんか見捨てられ感っていうのはやっぱり子供がいたら、私が遊びに行けないのに家にあるそのなんか家事を山させられることっていうことに対するフラストレーションだみたいな話をしていて、まあそうでもありそうなのっていう。でそうだとしたら、その私は全然ない、見捨てられ感がない人間なんです、そのことに関しては。でもしそうだとしたら、子育て全般、主婦で全般、今家でやらなきゃいけないことは全部罰ゲームなのかっていう話じゃないですか。で、しかも結婚って罰ゲームすることなの？女性がっていう話になるわけですよ。だから、いや、例えば、もし、パートナーが、いや、ディズニーランドに行くとか、まあ、すごい好きなところに行く。パチンコでもいい。でも、私はカウンセリング、子育てしなきゃいけない。で、すごいそのことに対してフラストレーションが溜まるって言ったら、本当に子育てはすごい大変なんで、わかるんですけど、わからなかったし、私も産むまでわかんなかったし、なんか一度、なんで産んだのって言われて、こいつ殺そうかと思ったぐらい、ちょっと怒りに震えたことがあるんだけど、いや、だって子供産んだらこうなっちゃったんだもん、みたいな、すごい大変なんだもん、育てんの、みたいになったことがあるので、どれがいいとか悪いとかは言えないんですけど、でも子育てとか主婦の仕事が罰ゲーム、その家の仕事が山とあって罰ゲームなのかっていう話なんです。で、やっぱりここに、どこに問題があるのかなと思います。自分が罰ゲームをしなきゃいけないような人生を送っているのなら、それはパートナーが外に行ってて、辛いっていうのは、嫉妬とか、見捨てられ感っていうのはわかるんだけど、その間に私、こんなに主婦やってなきゃいけないな、子育てしなきゃいけないんだって思っているぐらいなら、やはり子供と離れる必要っていうのはすごいありますよ。そうですね。なんかね、で、私のその話したお友達っていうのが、なんか、母乳をさ、2歳になっても3歳になってもあげてた人で、だから私は、なんか家にいなきゃいけなかったのよ、みたいな感じの話になって、だから、まあ、コミュニティとかを作んないとダメだ、どうのこうのっていう話だったんだよ。まあでも、本当に今のフェミニズムの世界では、まあ母乳も大切だけど、母乳をあげないっていう選択も大切だっていう話で、結局その母乳文化みたいのが最近流行って戻ってきて、女性が仕事に復帰するのがすごい逆に難しくなったっていう話なんです。で、なんか母乳を与えないと、絶対母乳は与えられるものなのよ、みたいな話になったりとかして、なんかより一層なんか罪悪感を増すみたいな。で、母乳で育てたからいいとかさ、よく言うじゃないですか。でも私のその友達なんて母乳で娘育てたけど、娘さんも今でも大変ですよ、16歳で。やっぱり。別にそれがいけないとか、その人の育て方が悪いとか、母乳が悪いじゃないですよ。母乳で育てたって同じだよ、結果はって思うんですよ。育てなくても。ね。だから、その母乳を育てることによって、家にいなきゃいけない。そしてストレスが溜まるんだったら、それはちょっとやり方が間違ってるんじゃないかなっていうふうに思ってしまったんですね。もちろんその母乳であげたいんだったら、まあ、3歳まで、だから1時間しか離れられないみたいな。それって、どうなのみたいな感じだったんですよ。まあ、生まれた時はわかるんだけど、だんだん大きくなってきてね。まあもちろん私もやっていたことだから、だから、罰ゲームになるぐらいだったら、子供を何度も言うけど、預ける場所とかを探すとか、旦那さんに預けても、だって罰ゲームだと思わない。結局、罰ゲームの罰を与え合ってるみたいになっちゃうわけじゃないですか、子供が。もし自分が旦那さんに預けて悪いって思うんだったら、それは罰ゲームに自分がしていて、相手にも罰ゲームを与えてるから。自分が罰ゲームだと思ってなかったら、そんなに預けること嫌じゃないと思うんです。
私は、嫌じゃない。で、なんか今日娘と話したら、ママ、ちっちゃい頃超怖かったみたいな話なんですよ。なぜ怖かったかっていうと、私はテンパってたから。で、なぜそれでテンパってたかっていうと、子供を人に預けなかったからなんだよ。預ける場所がなかったっていうのもあるんだけど、私の場合はもう引っ越しとか、親もいないし、海外だし、ワンオペだし、本当に誰もいない。しかも、夫はね、仕事に出てったりとかしているので、当たり前に。今みたいにね、コロナだから家にいることもそんなになかったので、まあ本当にワンオペだったわけですよ。なおかつ、うちの夫は家で仕事をするので、夫の邪魔をしちゃいけないとか思ってたわけですよ。で、本当に日曜日とか、家でいると泣くから外に連れてってみたいな、すごい辛かったのを今でも覚えていて、うん、でもそれは罰ゲームに自分がしてたんです。だから、その子供を夫に預けて、月に一回外に出るっていうことを始めて、初めて夫も子育ての大変さが分かったし、私も、同等に子育てをしている人間になった。でもそれは預けないとダメなんです。勇気を持って。なんか、それは私専業主婦でもやってたから、みんなやった方がいいと思うんですけど。なので、見捨てられ感っていうのは、そのフラストレーションの塊の自分みたいのもあると思うんです。なんか私ずっと子育てが罰ゲームしてるのにっていうところ。で、結局その、じゃあ、その、で、問題はですね、もう一つあるのが、本当に女性というのは自立してない方が多くて、その、誰かと一緒に何かをしたいとか、誰かを喜ばさないとつまらないみたいになっちゃっている人が結構いるんですよ。自分の気持ちいい、気持ちよくないっていうことよりも、誰かの喜びしか見たい。っていう。で、それは本当にね、周りにいる人は辛いです。ずっと笑ってなきゃいけないもんね。だから、お金とかもそうです。だからお金ブロックもまさにそうで、私は、あなたのためにお金を使ってないとかも、誰も。でね、そういう人はやっぱね、今日思った。私もすごい、なんていうの、自分のお金ブロックが強い人がね、周りに対するお金ブロックも強くなるから、コントロールしたんよ。何か。これがなくなったらお金足りなくなっちゃうな、みたいな。で、足りなくなったらどうにかするんです、人間なんて。だから、足りなくなったら、もしかしたら、旦那さんは他の仕事を探してくるとか、ね、臨時収入が入るとか、なんか、あるじゃないですか、方法が。ね。もう、稼ぐ方法を考えるとか。でも、その恐怖の方が、だから、何かを、問題を乗り越える力よりも、大きくなっちゃうんですよね。お金ブロックとかもそう。だから、自分に対して、我慢をさせちゃう。その、だから、見捨てられ感が強い方は、そういう、我慢、もう多いのかなと思います。お金に対してもそうだし、時間に対してもそうだし。なんかね、ずっと罰ゲーム人生なんですよ。あなた、価値ないからお金使っちゃダメ、みたいな。なんか、罰ゲーム怖いでしょ？罰ゲーム人生。でも、なんか、それをやっちゃうと、周りの人も罰ゲーム。だから子育ても、罰ゲームを与え合うみたいな。あんたがやってないんだから私もやんないわよみたいな、その家事とかもそうだし、でも罰ゲームではないからっていうことなんですよね。なので、なんかやってもらって申し訳ないとかも、もう罰ゲームにしないことを心に決めないと終わりません。で、なんか私も思ったもん、ママ超怖かった、ちっちゃい時って言われて、やっぱ罰ゲームやめて自分のやりたいことやり始めたら、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ怖くはなっていった。まあでもね、私だから結構きちんとしつけてたんだなと思いますよね。
今すごい楽なのは、その怖いママがいたからなのよ、みたいな。とも思えるよぐらいになった。前は言われたら、ああ、悪かったな、私またインナーチャイルド作っちゃったとか思ってたけど、いやいや、私も怖いままでいたから、で、なんかさ、今さ、なんか、娘の友達とかがよく遊びに来るんだけど、なんかお母さん優しそうとか言ってると、ブブーとか思っちゃうとか言われて、あ、そっかそっかみたいなのはあるんですが、でもやっぱりその、まあ、怖いお母さんでね、いる時もやっぱり人間なのであるよねっていう話で、それさえも、まあ、テンパって頑張ってた自分みたいな感じで、まあ、それが悪い方向に行ったとも思わない。それさえもいい方向に行くようになってるっていうか、だから、娘たちは人間で変わるんだなって思っただろうし、なんか、そうなんですよ。と思いました。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、さよなら。